三上奈美のベトナムランポへようこそ。本日は口トンネルに来ています。口トンネル写真三上奈美のベトナムランポへようこそ。本日は口トンネルにやってきました。イエーイ。実は私ここに来るの初めてなのでとっても楽しみです。それではいっちゃおしんちゃお。三上奈美のベトナムランポ。エントランストゥーザトンネルって書いてあるので一応この中入ってってみたいと思います。トンネルを抜けると鉄砲がありました。ででーん。これ後でなんか銃を撃つ体験もできるみたいなのでやってみたいと思います。ここでチケットを渡すみたいです。しんちゃお。すごい迷子になりそうなんだけど、こっちかな。 This way? This way? OK! こっちだ。 OK!野生のブランコ。もうシール早速落としてる人いるんだけど。このなんかただの岩みたいなところにパイプがあるんですけど、これが地下につながる空気孔みたいですね。こういうのがいっぱいありそうなので頑張って探していきたいと思います。かなりシュールななんか出てきました。ちょっと怖い感じです。なんか指折れてる。幻博覧会みたい。進みます。ガイドさんが説明してくれて、まとめて何人かで行くみたいです。40分って言ってました。突然ですが入ります。めっちゃ蚊がいる。やばい、めっちゃ深いよ。見えるかな。井戸水です。めっちゃ深い。ではお次こっちで進みます。やばい、私のお尻がドアップで映ってる。OK、ちょっと待って。はい、右に曲がります。お。イエーイ。今この穴から出てきたんですけど、あ、説明のお兄さんもそれっぽい格好してる。向こうから入りました。そんな距離じゃなかったけど、すごい狭いし、ずっと腰が中腰みたいな感じだったので、なかなか大変。大きいサイズの人大変かも。ここからシュートドドドドドって鉄砲を撃つための穴らしい。で、ここに入るための穴がそこにあるんですけど、この上に葉っぱとかが乗ってて、ここをパカッと開けると入れるみたい。というわけで、入れるってちょっとめっちゃ汚れそうだけど、行きます。そうだね。あ、じゃあこれちょっとこれ行ってきます。バイバイ。皆様さようなら。穴の中に入ってきました。狭い。サトちゃんよっ。でこっちの方が広い。ちなみに今出てきた瞬間にここ埋められてたんですけど、
どこかわかんないけど、ここ？あ、これか、これか。あった。こんな狭い穴です。明るい私はサザエさん。トラップです。多分今はこうやって分かりやすく芝生が引いてあるけど、前は多分さっきのね入り口みたいな感じでボロボロの枯葉だったから、こんなの落ちたら結構ひとたまりもないですよね。トゲトゲがやばい、なんか忍者のなんかからくりシステムみたいな感じだね。では今度はちょっと広めの穴に入っていきます。お、結構段差がある。入っていきます。もうね、多分さっきので私のお尻は真っ黒黒よ。穴でできたら怖い、なかなか怖い展示物があります。これ夜とかマジこう動き出すんじゃないかっていう、お化け屋敷的な迫力が。さっきのホラー穴を出てくると、このソルジャーたちがですね、負傷兵を運んでいるマネキンが出てくるんですが、これがクチのスタイルだそうです。このね、特徴的なのがゴムのサンダル、タイヤのリサイクルでできたサンダルだそうです。まあ、ベトナムの人はねちょっと小柄だからね、狭い穴とかもやっぱりいけるというか、アメリカ兵は大きいから穴には入ってこれないというのも勝因の一つみたいですね。ここは結構長いトンネルみたいです。ででん、毎回お尻でごめんなさい。オッケー。あ、お兄さんがなんか歌ってる。ハロー。ハロー。ここはミーティングルームだそうです。このねちっちゃい穴から通ってきました。映ってるかももう分かんないけど暗いから、ここから出てきてミーティングルーム、ここになんかこのマネキンたちを運んだという行為がちょっと恐怖。ちゃんと役職が書いてある。ホイフヌヌ、女性、女性ソルジャー。え、こんなところにもブービートラップがある。上から、もともとはこの上から落ちるようになってたんですかね。 30m? No. Okay. You want to go longer? Yes. That's the meta? うん。 Okay. How about you? Go out this way, okay? Okay. Yeah, exit. Yeah, exit. Yeah, exit. Okay. まだまだ長い方行きます。長い。いいんだ、いいんだ。あ、なんか坂になってます。気をつけて。佐藤ちゃん大丈夫？坂になってるので大丈夫、大丈夫、大丈夫。いいよ、よよよ、オッケー。狭い、今のとこ狭い。狭いね。さあ、お兄さんの足を追いかけて。案内のお兄さんも毎日これ大変やな。この出てきたところに手洗い場があります。端っこに石鹸もあるので、ここで洗える。竹から水が出てる。あ、土取れた。手を洗ったらお芋が出てきました。イエーイ。誰かの食べかけある。で、このお芋をなんかここに出てる、なんかいろいろ混ざってそうな土とか入ってないかな。塩をつけて、塩かな。甘っ。あんま美味しくない。ちなみにこのお芋の正体なんだかわかりますか。この芋、ダダーン、キャッサバー、タピオカの原料とかになるやつですね。ベトナムだとバンカンクーアとかのバンカンっていう麺に使われてるお芋がこれなんですね。初めて食べたかも、原材料。
さつまいもとじゃがいもの間みたいな、甘いけどなんか淡白みたいな感じの味です。今から鉄砲地に行くんですけど、その手前にスーベニアショップがありました。なんかいろいろ売ってるなと思ったら、ここにワニ、これ本物かな初めツチノコかと思った。あ、でもワニの手も売ってる。そんなお土産屋さんもあります。欲しい方はぜひ。鉄砲出るところにやってきました。なんかどの銃がいいかで値段がちょっとずつ変わるみたいです。だいたい4万ドンから一番高いので6万ドンぐらいみたいですが、どれにしようかなと悩んだところ、まあこの名作っぽい AK-47 がいいんじゃないかという意見が出たので、この6万ドンのやつやってみようと思います。で、ここで受付ですね。チケットを買います。で、チケットを持ってこのカートに乗っていきます。カートで10分ぐらい乗ってここのシューティングのところまでやってきました。この中を入っていって射撃場があるのかな、行きましょう。あ、ここでうるさくなんないようにこれをつけるんだ。あ、すごい声が全然聞こえるけどもわってしてる聞こえづらいよね。 OK。 いきなり、いや、OK。 あ、なるほど、この2つの点を合わせて向こうで打つんだ。合ってんのかな。すごい当たんなかったよね、多分。当たったのか当たってないか分かんないけど、多分当たんなかった気がする。これつけてても結構な音だったからすごそうだね。もう一回、真ん中狙ったつもりの、もう一回、あ、撃てるんだ。あ、もう連発で撃てるんだ。もう一回じゃあ行きます。あ、煙出てる。衝撃がやばい。当たったのか当たってないのか分かんないけど、当たってない。サイロイ笑われた。間違ってるっぽい。じゃあ、あともう一発打ちます。なんか当たってほしいけど、これしっかりつけてないと衝撃がすごいわ。カモン、ここのゴムみたいなやつでなんか高さ調節をしてくれてる。スパイファミリーになった気分。弓をキリキリ、心臓をめがけ、逃がさない、バッと狙い撃ち。失敗したっぽい。カモン、終わった。でもすごい、初めて銃、人生で初めて銃体験しました。なんか感動。というわけで入り口に戻ってきました。見てください、お尻がやばい、うんち漏らしたみたいになってる。お兄ちゃん、うんちビチビチやねん。口トンネルに来る方は着替えを持ってきた方がいいです。まあ時期によってはね、寒気だったらこんなにドロドロにならないのかもしれないんですけど、今日は運よく雨は降らなかったけど、やっぱり雨季なので結構地面がぬかるんでいて、すごく泥だらけになりました。頭とかにも結構ついておりました。なので皆様お気をつけください。本日も三上奈美のベトナム乱歩、ご視聴いただきありがとうございました。最後は奈美奈美じゃんけんじゃんけんぽい。また会いましょう。バイバーイ。あの地平線。
輝くのは40秒で支度しな。